こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日もベータのライブの後、いつもの公園で撮影してます。姫路城、微妙に見えますか？あら、逆か、こっち避けたいんかな。姫路城です。はい、遠くに光ってますけどね、もうこの、ベータに来て、姫路城をバックに動画を撮るというちょっとパターンになってますけど、今日はね、朝から肌寒かったんですけど、今も結構寒いですけどもね、とても心地いいです。うん、昼間はね暑かったんですけど、本当にいい季節になったなと思います。で、連休、まあね、ゴールデンウィークの始まりということですけれども、結構ね、人たくさん昼間いました。うん、人たくさんいてね、賑やかで本当にね、いい感じでした。で、ライブもね、うちのお客さんは2人ほど来てくれたんですけども、最後のホワイトスモークのお客さんとかね、たくさん来てましたんで、本当にね、コロナ以前の感じでね、ライブしたような感じになりました。今回も、打ち込みからスタートということでね、段ボールの中からいきなりシャウトからね始まるいつものパターンです。で、2曲目、久しぶりにね、スクールデイズ、OK でやりました。スクールデイズね、まあ、春なんで、まあ、そういった新入学みたいな、まあ、そんなイメージもあったんでね、ちょっとスクールデイズ歌ってみましたけど、いい歌ですね。まあ、さすがカインの名曲っていう感じですけども、とても歌っててね、自分もジーンと来てた部分はあります。で、青いルビー、青いルビーはね、歌も好きなんですけど、結構ね、歪ましたギターで、ソロとか弾くところもね好きなので、いい感じでしたね。で、終わらない道、まあ、カインの定番の最後の曲だったんですけども、まあ、打ち込みブロックのね最後の歌、終わらない道で締めましたと。今回はね、ギター、白い SG 持ってきました。というのもね、本当はね、オレンジの、ストラト使おうと思ったんですけど、ちょっとネックがね反ってしまったみたいなんで、急遽、白の SG 持ってきたんで、だから久しぶりのギターって感じでね、皆さん、珍しいって思ってもらえたかもしれないんですけど、本当にね、いい感じでね、ライブできたなと思います。で、最後の3曲は、いつものカラオケスタイルですね。今回は、まず最初に、戦士の歌、やっぱりちょっとウクライナの、ことが続いている間は戦士の歌やり続けようかなと思ってるんで、戦士の歌、そして、ハウリング、前回ね、封印してたのを久しぶりにやるとちょっと気持ちよかったんでね、ちょっと解禁しようかなと思いました。というのもね、まあ、これ、多分ここで喋るのが一番最新情報だと思うんですけど、5月22日のね、電脳幻想会、正明くん復活です、イエーイ、ということで、正明くん復活しますんでね、バッチリ明けのおかみでね、やりたいなと思います。で、最後はいつかここで会いましょうでね、締めました。今回はね、本当に最初から最後まで、結構自分でもね、いいライブできたんじゃないかなと思ってね、気持ちよく、終われたライブです。また動画もねもらったので、かっこいい動画もらったんでね、またこのひづきチャンネルに上げていきますんで、そちらもお楽しみに。ということで、ベータのライブの後にでした。それではまた、バイバイ。